メアクルパは、チリ警察小説。テレビシオンラシオナルでチリで1993年6月2日に、初公開された。メアクルパは、ラテン語スペイン語及び、ラテン語に由来する他の言語で使用される語句。最も正確な日本語の翻訳は、これは、私のせいでした。私のせい、私自身の、せいです。名前は、カトリック教会の典礼に由来し、特に、 ローマの儀式に、これの名前は、カンフィーテイアでした。カトリック祈り、日本語での意味は、私は告白します。私は、罪人です。メアクルパは、一連の自己完結型の章です。非常にグラフィックで、明示的であることを特徴とする劇化を通して、最も流血で、恐ろしい、衝撃的な犯罪が再現され、これらの犯罪は、その影響により、チリ人に衝撃を与えました。 シリーズは常に同じ人物によってナレーションされ、ジャーナリスト兼、ライターカルローズ・ピント、彼は通常各シーンの背後で話します。物語のプロットがそれを必要とするならと彼はまた、登場人物に気づかれずに、いくつかのシーンに登場し、カルローズ・ピントは全知の三人称の語り手、様々な証拠、専門家の意見、証言、 および対応するチリの司法アーカイブを基礎として使用して実際のイベントの演出が完了するとカルロズ・ピントはショーに応じて実際の犯人と時には彼の共犯者や目撃者にもインタビューします面接は通常刑務所で行われ囚人の独房で収容者が彼のバージョンのイベントを提供する場合と証言は司法の専門知識と一致する 可能性があります。または、犯罪者は、被害者を誤解させたり、無実を主張したり、テレビに嘘をついたりする方法として、別のバージョンを提供する、可能性があります。メアクルパは、一連の自己完結型の章です。エピソードは150あり、16年間放送されたため、俳優の幅広いキャストについて話すことは、この記事では行われそうにありません。 俳優とプレゼンターは以下にリストされており、少なくとも4つのエピソードに参加しています。ホストエピソードキャスト45アニオスでテラビジアン、ナショナルでチリ、ヌエストライストリアから 1990A1999 テラビジアンナショナルでチリ。TVN、CL、2020年7月17日閲覧。トロイラスクリスダ、ブック2。 525ハットアサーシュレベン、フリードリヒビルヘルム、ダイバーソードナンジェンでアベンドランディスケンキルヘ、ハレ、CH、グレイガー、P555、HTTPS、アーカイブ、ORG、ディテールズ、ダイバーソードナンジェンレイレイキャス2015年2月24日、閲覧。メアクルパ、シュミッツ、ハーム、ヨス、ダイバスバッチャーウントダズカナニシャバスバーファレン、ボリューム2、 ドゥッセルドーフ、L、シュワン、ピアニッシモ、53、54、AB、チャイオールビジアン、L、クリーマン、パーフェクト、カルロスピント、ラベロ、ウーノデロース、コソスマス、インプ、フタンテイス、デメアクルパ、パルテニ、チャイオールビジアン。www.chilevision.cl.2020 年7月17日閲覧。AB、カルロスピント、アイスセレクションでメアクルパ。 パルテアイ、エルアセシノシリアルクレイクペロ、スーリベルタ。バイバイアカイル、ラレットデプレンサマスグランデデチリ。2020年7月17日、閲覧。ABCDEFGHIJK メアクルバ、IMDB。 http://www.imdb.com コロンススララッッシシュュスラッシュタイトルスラッシュ tt7131488 スラッシュ fullcredits2020 年7月17日閲覧ありがとうございます